はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv でございます。じゃあ今日はなんかこんなバージョンでやってみようかな。はい、本日は暗い人生に希望の光を見出す方法の中から今日のお題は、希望は明るい方向にある。こちらを今から読んできます。本日も共に学んでいきましょう。希望とは光です。明るく輝くものです。希望を持ちきなければ明るい方向へ向かいましょう。明るいと感じるのはその先に希望がある証拠です。うわ、眩しいなと思う方向へ進むことで希望に近づけます。口にするのなら明るい言葉です。耳を傾けるなら明るい話題です。未来を描くのなら明るい計画です。明るいと思えば全て正解です。眩しいくらいでちょうどいいのです。眩しいものは一瞬目を裂けそうになりますが、ここが正念場です。眩しく感じるものはまだ自分が暗い証拠です。恥ずかしがらずに眩しいことに近づくことです。明るいものに近づけば近づくほどパワーをもらえます。希望は明るい方向にあるのです。今日の格言、明るい方向へ目を向け突き進む。なるほどね。確かに俺も昨日ちょっとふと思ったんだよね。普通の会話してても相手にとってやっぱり楽しいとか嬉しいとかワクワクとか、ああこの人と話しててなんか楽しいな、なんかいいこと聞いたなっていうことを極力心がけるようにしたいなと思いましたね。やっぱり言葉とか喋りとか、やっぱこれもやっぱ情報なので、なるべく暗い嫌なこととかネガティブなことより明るくハッピーになれるような、相手が笑顔になるような、そういう話題を心がけて話したいなっていう、会話したいなと思いました。はい、ということで毎日明るく元気にいきたいと思います。ということで本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日も一日勉強になりました。それではまた、ドローン。